はい、皆さんこんにちは。 TJ アドバイザーズの入住です。今日はですね、転職の、ゼミということで、特に最近ですね、戦略コンサルに行きたい人たちの無料相談とか個別指導の申し込みが多くなっていて、時期的にもそうなんだと思いますけれども、いろいろですね、皆さんとお話ししたり、相談乗ったりサポートしたりする上で、特にマッキンゼ BCG とかですね、そこら辺の戦略系もありますし、あとはそういうアクセンチュア、デロイト、PWC とかですね、そういうようなところもあったり、あとはその、実際に我々は、いわゆるエージェント、転職エージェントという立ち位置ではなくて、特に何か紹介とかっていうのをするわけじゃなくて、で、実際に、就職活動と一緒ですよね。この企業を受ける、例えば、ボストンコンサルティングを受けるといったときに、そのレジュメ、職務経歴書、それから面接対策、あとケース対策とかですね、その辺もろもろ、転職のアドバイザリーっていう形で3ヶ月間ぐらいのプログラムがあって、それをサポートしているということで、その大人、社会人の方々向けの個別指導、個別アドバイスをしているという、こういうサービスです。で、特にやっぱりそのマッキンゼとか BCG とか、アクセンチュアとかデロイトとか PWC とか、行く人はとても多いんですけれども、いろいろその、転職をされる上での、注意点とか、やっぱりその、我々は、長期的に皆さんがうまくいく、成功するっていうことが、極めて大事だと思っているので、安易にですね、皆さんがその転職したらお金が入るとかっていう話では全然ないので、むしろ今転職したかもしれないとか、むしろその MBA に行った方がいいかもしれないとかですね、もう少し会社に行った方がいいかもしれないとか、そういう皆さんにとってベストな選択肢を示すことができるというのが、我々の立ち位置です。で、特に、今回はその、マッキンゼとか BCG とか、そういう、あとアクセンチュアとかデロイトとかに行きたい人たち向けに、じゃあ何をどう考えてどう準備すればいいのかっていうのを、簡単に10分ぐらいでお話をしたいと思います。で、いくらでもですね、スカイプで無料相談30分やってまして、今日週末とかですね、あと平日の夜とか、非常に予約が多くて、で、気軽にですね、皆さん空いてる時間に、私とスカイプで話したりもできるので、あまり悩んでるっていうよりはこうしたいんですけどとかっていうのを相談いただいた方がすぐ、突破口は見つかるかなっていうふうに思ってます。で、ちょっと簡単に書いてきたんですけれども、そのコンサル転職において大事なポイント3つですね。見えますかね。はい。で、1つ目は戦略系なのか業務系なのかっていうことで、2つ目は長期ゴールと、転職のタイミング。じゃあ、いざ転職活動ってなったときには、やっぱりケース面接の対策、それからもろもろ先ほど申し上げたレジュメ職務経歴書、面接対策、筆記もあったりもしますけども、そういう対策をちゃんとしておかないとダメだよって話をしています。で、最初に、この戦略か業務系かっていうところ、分かってらっしゃる方もいるし、分かってらっしゃらない方もいると思うんで、一応ご説明すると、いわゆるその外資系の戦略コンサルって、2つに分かれていて、戦略系か、業務系かっていうことですね。で、別に、大きな括りだけなので、別になんかその、くっきり分かれてるわけじゃないんですけれども、戦略系って言われてると、マッキンゼとか BCG とかベインとか AT カニとかですね、そういうところですね。これは戦略を主に考えてアドバイスしますよっていう、こういう業態です。で、業務系って言われるのは、先ほど申し上げたアクセンチュア、デロイト、PWC とかですね、結構大きめの、コンサルですね。で、なんで業務系って言われるかっていうと、やっぱりその、例えば戦略系の中にはあるんですけれども、もろもろのですね、その付帯されているサービスっていうのが結構大きくて、例えばシステムですとか、システムの販売で結構儲けていたりとかですね。で、その戦略っていうのはそこの導入に持っていくための入り口だったりという位置づけだったりもするし、あとはよくあるのは、その、戦略という形で言ってるんですけれども、実際は
クライアントのところに毎日常駐して、毎日、まあ本当にそこの会社の名刺を持って行って、で、実際にそこで働いて、そこの会社の業務をすると。まあ実際、まあよく言われてるのは高級派遣みたいな、あの、業態が結構儲かっていて、やっぱり転職する方っていうのは、やっぱここの業務コンサルに行く人が、まあ、結構多いですね。で、先ほどのその戦略コンサルって言われている、マッキンゼ、BCG とか、ベインとかっていうのは、まあ、人数、採用人数も少ないですし、まあ、ここを目指すっていう人もいるし、もちろん行く人もいますけれども、先ほどの業務コンサルに入る人ももちろんいると、こういうことです。どっちがいいとか悪いとかっていうことよりも、まあ、業態の違いがありますよっていうことです。で、あとはその、例えば、MBA まで考えたりしている人たちっていうのは、やっぱりこちらの、その戦略コンサルに行っといた方が、もちろん、そのトップスクール、アメリカとかヨーロッパとかアジアのトップスクールに入りやすいっていうのは、これはまあ、今までのその卒業生だとか、まあ、その学校と一緒ですよね。東大総計みたいなところで言うと、マッキンゼ、BCG、ベインみたいな扱いになっているので、まあ、戦略系に入っておいた方がいいよっていうことです。で、一方で、まあ、業務系から、にとりあえず入ってたら、その、例えば戦略系に行きたいとかっていう人も、いるんですけれども、あんまりこの業務系から入って、すぐその転職で戦略系に行くっていうのは道がないんですよね。あんまりないです。どちらかというと、まあ業務系に入ったら一回 MBA をかまして、それからまあ戦略系に行く人っていうのはいるんですけれども、あんまりその、例えばメーカーとか商社とか、まあ、にいて、あの IT とかやってて、業務系コンサルで、業務系コンサルからその転職して、トップクラスの、その戦略に移るっていう、この流れはあんまりないですね。だからここから一点、その MBA に持って行ってから、その戦略に行くっていうのは、これは王道として結構あります。なので、まず自分で言うことが、その戦略系なのか、まあ、業務系なのか、業務系の中でもいろんなそのサービスの部門があるので、まあ、例えば戦略もあったり、業務系もあったり、まあ、IT もあったりしますから、その中で何なのか、その部門とか自分のそのスペシャリティを何にするのかみたいなところをこう決めていくっていう作業になります。例えば、最終的にマッキンゼとか BCG とか戦略系で、入りたいっていうのであれば、今は無理やり転職して業務系に行くよりは、一旦先に MBA に行ってから、それよく言うんですけど、一旦先に MBA に行ってから、その戦略系に行った方が、まあ断然入りやすいし、まあ当然ここで、まあコストというか、まあ投資ですよね。1000万から2000万の MBA の投資はかかるんですけど、これ思ってないと逆に、戦略系のコンサルで偉くなれないので、しかもまあこっちに入ると、まあ年収1000万ミニマムでもらえるから、まあペイバック、まあ生き残ればですね、するということで、そういうルートをちょっと考えていかないといけないということになります。なので、この転職において、まず、その、じゃ戦略系に最初、すいません。最初から目指すのか、もしくは、その、業務系から入って、そこで、まあ、上を目指すのかっていうところの選択は最初に大事かなっていうのが、まず一番ですね。で、あとはその長期ゴールとタイミングっていう、まあタイミングの話は今ちょっとしましたけれども、今皆さんがその社会人何年目かっていうのにも結構よるんですよね。その、大体社会人の、この前もノウハウ書きましたけれども、1年目とか2年目だと比較的転職もしやすいし、それ以降だと結構その、まあ色がついてしまってるので、あと年齢もどんどん上がっていくので、まあ20代のまあ後半、30代ぐらいになると結構もう MBA 持ってないと、まあなかなか転職難しいみたいな話にもなってきます。で、なので、その長期的に、あとはですね、例えばその戦略にコンサルに、これ別に戦略系でも業務系でも入ったものとして、で、そこでは結構その、まあ、ターンオーバーが激しいというかですね、まあ辞める人も多いので、前提としてはずっとその戦略コンサルでやりたいのか、もしくは戦略コンサルである程度経営を学んでから、何かその事業会社に行きたいのか。で、事業会社もグローバルな仕事がしたいのか。もしくはそういうベンチャーみたいな、そういうアントレプレナーシップ、企業とかですね、そっちをやりたいのかによって、その方向性が変わってくるんですよね。で、別にこれは、その、まあ僕も、その転職のサポートをしているときに、結構、
皆さんにアドバイスしてるんです。これも素直に言っていいです。全然問題ないです。自分は最終的にはこういう事業を立ち上げたいし、でも今まで銀行にいたので、経営のことが分かってないからっていうような、まあそういう流れで持っていく場合も、ストーリーとしては全然あり得るし、それで受かる人もいますし、一方で例えばそのヘルスケアに自分はその特化してやっていて、まあ例えばメーカーでヘルスケアやってたんだけれども、戦略の方に行きたいと言って、まあ戦略の方に行く人ももちろんいます。なので、やっぱり最終的にその10年後、20年後、まあ例えば皆さんが20代だとしたら、まあその40歳、50歳になった時に、どこで何をしていれば自分がまあハピエストなのかっていう、一番幸せなのかっていうことを、その最初から想定してそこに向かう道筋を立てた方が、その実は、まあ、戦略コンサルを受けるときの面接にもすごくプラスですし、あとは当然皆さんの長期的なゴールを達成できた方が、皆さんもハッピーだし、まあ、まあ、一言で言うと、資産も増えるということになるわけです。なので、まあ、なんかその、ちょっと言い方悪いかもしれませんけども、転職エージェントに煽られて、とりあえずここを受けてみてくださいみたいな感じで、どんどん受けるっていうのは、まあ、基本的にはやめておいた方がいいですし、あと3つ目の、ところで言うと、そのケース面接と準備って、まあ、書いてますけれども、この中にはですね、まあ、賢いっていうか、その辺のリスクも分かっている人っていうのは、いろいろ転職エージェントも話しつつですね、その実際に受ける前に、僕のところに相談しに来てくれて、実際どうしたらいいんですかとかっていうので、まあ、一緒にレジュメ作ったり、職務経歴書作ったり、面接対策したり、ケースの対策したりするんですけれども、中には、もうすでに、コンサルとかも何社か受けてしまってですね。で、いろいろ落ちまくってから来る、まあ相談しに来てくれる人も、まあまあ多くて。で、それは、結構、その最近コンサルとかは一回受けて落ちると、その後、1年から3年ぐらい受けれないみたいな制度があるので、こう むやみに転職活動を、戦略コンサルに突っ込むっていうのは、まあやめておいた方がいいと思います。で、僕はいつも皆さんに申し上げるのは、まあ、受けるなら絶対にそこで内定を取るというぐらいの意気込みで準備しないと、まあ、それはそれで結構厳しい業界なので、受け入れてくれないよって話をしているので、やるなら徹底的にやって、そこで、まあ、オファーを取ると。で、オファーを取って、当然行く人も、まあ、8割ぐらい、9割近くですね、行きますけれども、実際に、オファーもらったけど、やっぱり今の会社に、とか、やっぱり MBA 行ってから、実力つけてから行きますとかですね。そういう人もまあたくさんいます。で、なので、別にその受けること自身は僕はポジティブだし、それで受けることによって戦略コンサルの仕事が垣間見れる部分もあるので、そこはもちろんそのいいんですけれども、やっぱり受けるなら、絶対にそこで内定を、オファーを取ってくると。いう意気込みでやらないといけないということですね。で、そのためには、例えば先ほど申し上げた、じゃあ、長期ゴールは何ですか？なぜコンサルなんですか？なぜ BCG？ なぜアクセンチュア？なぜデロイトなんですか？とかですね、何がしたいんですか？なぜですか？どういう課題を解決したいんですか？とか、まあ、そういうような、まあ、もしくは、あとよくあるのは、まあ、これケースじゃないんですけど、例えば皆さんが会社、どこかの会社に戦略コンサル、に行くとしたら、どこの会社に行ってどういう課題を解決したいですかとかですね。あとは最近今東芝とかの問題がいろいろあるので、じゃあ東芝の経営陣に何かアドバイスをするとしたら、どういうアドバイスをしますかとか。まあ、その辺のことはまあ多分しっかりと準備しないといけないということです。で、実は結構やってないのがケース面接対策。で、ケース面接っていうのは、その学部時代に、その戦略コンサルを受けてる人っていうのは、結構そこは、しこたま、練習してる人が多いんですけれども、意外とやっぱりその、大学の学部の就活の時はあんまり戦略コンサルを受けてなくて、まあ、例えば会社に、他の業界の会社に入ったんだけども、辞めたいっていう人は、そのケース面接自身もよくわかってない人が多いんですね。例えば、熱海の温泉街に人が来ないんだけど、どうしたらいいかなみたいな感じでポンと聞かれたり、あとはそのマッキンゼーとかも、まあ、これもまあ社会人向けで言うこともそうですし、まあ、また入ったケース出してくるんですよね。で、なんかそういう、資料を与えられて、これ読んで答えなさいみたいなのが与えられます。なので、こういう論理的に思考、結論
理由みたいな感じで話す思考をですね、その面接前に作り込んでおく必要があるんですね。なので我々はそういうその転職アドバイザリーっていうのがまあ王道の3ヶ月のプログラムであって、それプラスケース面接対策っていうのがあって、まあ、戦略コンサルとかを受ける人たちはこれセットで取ってるっていうのがまあ実は一番多いパターンです。投資銀行とか事業会社を受ける人はあんまりそのケース面接対策はやりませんけど、コンサルを受ける人は社会人も学生の方も基本的にこれセットで取ってるっていうことです。なのでケースなり論理的思考というのがものすごく見られるし、日本の企業で働いている方はあんまり論理的思考、結論で理由3つみたいな形でのレポーティングを求められてないので、思考ができてないんですよね。なので、そのまま言ってしまうと、なんかあんまりあの人は論理的じゃないねっていう評価を受けてしまって落とされるっていうことがあるので、皆さんの、皆さんの結構そのいろいろ賢い人たちが多いので、何を言うかっていうその what をすごく気になさるし、それもすごく大事だし、 What, Why, How みたいなその3つの質問があるとすると、コンサルは What, Why ももちろん大事なんですけども、 How っていうかですね、どういうようにその話すかっていうところを実はすごくよく見てるんですね。なので論理的に一貫性を持って具体的に話ができないと、そもそもそのコンサルに向いてないっていう烙印を押されてしまうので、実はここもね、難しいんですけど、さっき申し上げた、その長期的なゴールとか、なんでコンサルなのとか、なんで BCG なのとかっていうところは、その What とか Why の部分なんですけど、例えば最近、なんか気になっている、社会問題ありますかとかってポンって聞かれたときに、自分がちゃんと結論、理由3つみたいな形で答えられるかどうかみたいなことですね。だから常にそういう論理的思考で頭をこう回転させて、それをアウトプット話をしているかっていう、ここが実は一番見られているポイントなので、まあ我々もアドバイザリーをやるときにはそういうふうに、まあそういうメールも含めてスカイプでやるときも含めて、そういうように話す、そういう思考を身につけるような、まあトレーニングも実際したりもします。なのでやはりステップアップするっていう意味において、コンサル業界っていうのは非常にいいですし、将来何か経営に携わりたい、経営ポジションに行きたい、まあ大きい規模だろうと、中小ベンチャーであろうと、そちらに行きたいという人は非常に僕はおすすめのオプションだと思っているので、で、ただまあ普通にポンって行っちゃうと、非常、なんでしょうね、厳しいか、職場だし、仕事なので、すぐ弾かれて、その後2、3年受けれないっていうことになってしまうので、その軽々しくですね、受ける。のはやめておいた方がいいし、受けるならよし受けようっていろいろ考えて、そこももちろんアドバイスしますけれども、いろいろ考えてよし受けようとなったら、まあ一撃必殺で、オファーを取りに行くと、そのために徹底的に準備をするというような方向感でいいと思います。で、もちろん個別にですね、皆さんにサポートしておりますので、先ほど申し上げましたけれども、今こういう状態で、将来こうしたいのでとか、まあちょっとそこもよくわかってないので、一応戦略コンサルト考えてるんですけどっていうレベル感で全然構いませんので、お気軽に、無料相談を、ご連絡いただければと思います。ということで、今日はちょっと長くなりましたけれども、戦略コンサルの転職の仕方ということで、まあ、非常にプリミティブな基礎編ではあるんですけれども、お送りしました。それではまた、いろいろと、皆さんもこういう話をしてほしいというのがあれば、ご連絡いただければと思います。それでは、失礼します。はい、皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの入澄と申します。よろしくお願いいたします。最近ですね、アルファの、サポートについて、の詳細を聞きたいということで、非常に多くの問い合わせをいただいているので、でまあ、当然無料相談、スカイプの無料相談30分とかで、詳細をお話ししてるんですが、動画でも一応ちゃんと まとめておこうと思って、簡単に短い動画を作りましたので、ぜひご覧ください。でアルファというのは何かというと、まあ、皆さんをですね、就活、転職、留学、 MBA とか受験とか資格等で圧勝させるオンラインの個別指導という
ことをずっとやってきております。で、私自身の経歴はもともと住商にいて、で主計部ニューヨークプロジェクトファイナンスを、渡り歩いてですね、でシカゴ大学の MBA に社費派遣をして、でそれからゴールドマンに入って投資銀行部門で3年半やってからアルファアドバイザーズを立ち上げたと、2009年に立ち上げたということですね。創業もう11年、皆さんのおかげで11年目です。で、5000人以上の学生や社会人の方を外資系商社、グローバル企業、欧米アジアトップ大学、MBA、大学院へ内定合格に導いてきたという実績があります。で、オンラインの個別指導においては、まあ、日本でナンバーワンじゃないかと自負しております。で、実績としてはですね、外資系の、まあ、首相内定、マッキンゼーとかゴールドマンとか、P&G みたいなところに内定させています。それから商社とかも非常にその人気があって、三菱商事物産、それからまあソフトバンクとか電通とかグーグルとかにも内定させています。で、あとまあ非常に得意なところとしても、国内海外のトップ大学、あと MBA とか大学院に合格させてるという実績もかなりあります。最近はあのボーディングスクールとかですね、 UWC とか、あの海外の高校へのその合格のサポートとかもしています。で、当然それに付随してですね、テスト対策、TOEFL、IELTS、GMAT、GRE、TOEIC、英検、最近だと北京大とか清華大学への、まあ、あの留学のために HSK を取る人とかもサポートしていたり、あと USCPA とか証券アナリストみたいなテストのサポートもしています。で、個別指導の概要ですけれども、皆さんの成功のために、まあ、アドバイザー、今メインは私でやってます、私が見てますけれども、これからどん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 アドバイザーを増やしていきたいというふうに思ってます。で、オンラインで徹底的にアドバイスしていると。で、 ES 添削とかエッセイの添削、自己 PR 志望動機の強化、で業界企業研究、それからケース GD 対策、テスト対策などをあのオンラインでスカイプとかチャットを作っているので、チャットで徹底的に、まあ、本当にデイリーにやり取りしながらサポートしていると、こういう感じです。で、なので、まあ、世界中どこからでもサポートを受けられるので、結構そのボスキャリとか MBA とかですね、海外の学生とか社会人の方も非常に多いというのが一つの特徴だと思います。で、それからまあ先ほど申し上げたように、もう11年経っているので11年の圧倒的実績とノウハウがあると。で、アドバイザリーフィーの方は、まあ、非常に高いリターンオンインベストメントで、まあ、投資効果があると。で、就活も非常に安くて、6ヶ月で大体10万円ぐらいのアドバイザリーフィーでやっていて、 MBA も本当高い、普通のところだと100万ぐらい取られますけど、12ヶ月で30万ぐらいでやっていて、まあ、最高のクオリティのアドバイスを最も安くやりたいという思考で、まあ、最強の自己投資というのはよく言われています。で、あと最近作ったのは、まあ、皆さんのご要望が多いので、アルファノートっていう、まあ、ノウハウをこうぎゅうぎゅうに詰めたですね、そういうサイトも作りました。なの で個別指導生の限定で、つまり個別指導生はそのアルファノートも見放題というようになっていますので、ぜひこのあたりも活用いただければと思います。で、よく言われるのは、自分でやるより圧倒的ノウハウを持っているアドバイザーの人たちからアドバイスをもらえたので成功できたっていう喜びの声が非常に多いということですね。なので、まあ、やはり自分の人生にとって大事な挑戦なんで、あんまり自分でやらずにですね、我々を頼っていただいた方が、まあ、うまくいってる人が多いということです。で、まずはですね、今すぐアルファに無料相談だということで、スカイプで30分無料相談をしています。で、無料相談の方法ですけれども、アルファアドバイザーズのサイトでログインをまずしていただいて、無料相談チャットの方に行ってください。で、そこで無料相談チャットで現状とか相談内容を皆さん書いていただいて送信していただければ、すぐにまあ私の方から返信をします。で、30分スカイプで無料相談をして、で、そこでまあ大体どうでしょう、8割ぐらいの人がプログラムの申し込み、それをされてスタートするという感じになっております。なので、もうそのスカイプの無料相談まではまあ全部無料なので、そこでいろいろ聞いていただいて、あ、やっぱりなんかお願いしようと思ったらプログラムの申し込みに行くと、こういうプロセスになっています。で、アルファアドバイザーズのサイトはアルファアカデミー .com なので、こちらの方からログインを、まあ、登録してログインをしていただければ無料相談チャットっていうのが出てくるので、そこでご連絡をください。で、まあ、とにかく僕らのテーマは、皆さんをまあ圧勝させると、勝たせるっていうことが、その皆さんを勝たせる、まあ、僕らは職人だと思っているので、
ぜひこの勝負は勝ちたいんだと、就活 MBA とか転職とかですね、受験とか留学とか、まあ、大事な勝負に勝ちたいときはアルファを頼っていただければと思います。でまずは言いますがアルファに相談だということで無料相談を入れてください。であと YouTube も非常に YouTube 見てですね、無料相談に来てくれる人が最近非常に増えているので、アルファアドバイザーズのこのチャンネルの登録も忘れずにっていうことで、ぜひぜひ、まあ、いろんなコンテンツを出していきたいと思っているので、皆さんのご要望もこういう話を聞かせてほしいとかですね、そういうのもどんどんおっしゃっていただければいろいろお伝えできると思います。はい、ということで皆さんの、まあ、あんまり一人で悩まずにですね、まあ、来たるべき勝負に勝つためには、まあ、僕らのノウハウをですねとか僕ら の, サポートを受けて勝っちゃった方が、まあ、絶対に、まあ、今後とても、まあ、皆さんの人生が豊かに明るくなっていくかなというふうには思っておりますので、まずは先ほど申し上げたように無料相談でお話しできればと思います。ありがとうございます。